あのドラクエコラボのさメタルスライムさ戦った?。今やってます。やりました。なんか、なんか、いや、俺も、あの、経験値えぐくない?。めちゃくちゃもらえる。ハグレメタルの経験値。アグレメタルがね、もう、あの、もうメタルスライムでもすげえもらえるじゃん。うん、え、五倍ぐらいもらえるんじゃないですか。相当ね。そんなに。めちゃめちゃもらえる。レベル、一気に三ぐらい上がったです。ああ、そうだね。上がった、上がった。ハグレメタルの。 上がり方はすごくいいなっては思ってて、うん、普通のことどのぐらい差があるんだろうっていうのは考えてお母さんあるよねただね、あのー、やっぱ育てたいやつを集中的に育てるために、うん、1>, 1体とか2体で出撃するわけですよ、うん、で、死後天使を1体で出撃させたわけですよ、うん、<laughs> 逃げるよね <laughs> まあ逃げるんだよ死後天使1体は 1> あっんんだよ<や>ここそうだろうね <laughs> 最初あの軽あるからのジャンヌと2体で出して気づかなかったのあのハニエルの攻撃が当たってくださいあないことでね気づかなくて確定出てたからなんか私も言ってるちょっとちょっと待ってたもを予言しようかと思って開いたとこですメタル狩りをいただいてメタル狩りて。メタル狩りちょっと言い方怖いよ5に行こうスヌーピーの問題スヌーピーラーええっと 月日日日水曜はスヌーーピの誕生この日公式オンラインショップ「お買い物スヌーピー」で人気商品ランキング1位になるのは月日日誕生なんだねまずそれを知らなかったそして「お買い物スヌーピー」っていうショップがあるのも知らなかった選択肢が「アイスクリームスプーン1」「二スヌーピーマスティングテープボリューム2」 ボリューム1があったんだね,ね <laughs> そもそもね 3スヌーピー×均等デザートカップ4スヌーピー丸型コースター5スヌーピー×ブルーのアイスクリームジャー6サングラススマイル7ブレスレット変装8その他ここれは1位になるのはなんだねこの中で1位なのはじゃなくて6から7以外の商品が1位になる場合はその他っていうことだね。 ちょっと、聞いてもなさすぎるから、ジャン先生を頼りのジャン先生を。さあ、楽しい予知の時間です。8月10日水曜日は、世代を超えて愛されるキャラクター、スヌーピーの誕生日です。はい。初耳です。愛らしいビーグル犬、スヌーピーの趣味は、小説を書くことや、変装すること。小説書くの、はあいつ。あ、かっこよく。あ、そうなんですか。スヌーピー役をやったことが。ええ。スヌーピー役っていうのは、どういう時になるの?。舞台の。 そのキャラクターが全員スヌーピーの世界に出てくるキャラクターでその中でスヌーピーをやったことがあった後でゆっくり聞こうセリフはね9割ワン犬だからねめっちゃみたいめっちゃ野球やったりとか小説書いたりとかするけどセリフはワンすごい喋れないのに小説は書けるすごいねこんな語で書いてあるの何語で書いてあるんでしょうねワンって書いてあるのかな 狭いところが苦手なのは知ってる、うん、狭いところが苦手そのためいつも犬小屋の上で寝ている姿は皆さんにもおなじみなのではないでしょうかうん、うん、さて今日はスヌーピーの誕生日である8月10日に公式オンラインショップで人気商品ランキング1位となる商品について皆さんで予知しましょうとあ、えっと、ちょっと前のラン時点でのランキングが載ってる8、えっと、月20日水曜日時点では1位が1番のアイスクリームスプーン。はは、うん、はいはい、はい 2位が3位のデザートカップ、うん、あ3番のデザートカップ3位が5番のアイスクリームジャー27日時点ではあ1番アイスクリームスプーンが1位だね5番、うん、<で>すごいあ3番もあ、2位も変わらず3番のデザートカップ、うん、で3位が6番のサングラス<え>なるほどなるほどなるほどあこれちょっと サイト見に行った方が良くない？そうですね。ジャン先生に今の時点での書いてあるけど、アイスクリームスプーンすごいですね。熱伝導で溶かして簡単にすくえてしまう便利な。あ、欲しい。それ欲しいやつだね。これ欲しいやつなんだよ。先生に欲しいやつ。冷凍庫でカチカチになったやつ。がそう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 。それいいやつだね。でも五番のアイスクリームじゃアイスクリーム作れるよ。それなんですよ。これだからあのどっちも買うっていうセット買い。セット買いセット買いがある。 えサイト公式のそのお買い物スヌーピーの現時点での一位もアイスクリームスムンだ。はいはいはい。あでも二位入れ替わってる。お二位が何になってる？えジップジーグって選択肢なかった？そのたその他その他です。おこれこれ食いぐい食いじゃないの？また また八案件が来るかもしれないですね。あり得る。でマスキングテープさんからさあなるほどね。いいじゃない。サングラスが四位に落ちてますね。えアイスクリームジャーが十位。落ちたね。そあれセット買いはなんだったのかな。セット買いしないのかな。でもアイスクリームジャーって一家に一台でオッケーだけど。ああそうですスプーンって家族の分買おうと思ったら。 パンツすごいってこんなこね。そうか。っていうでも人気ランキングってそういうことなのかな。売り上げ数なの。ああ、売り上げ額と多分このサイトのやつだからどっちだろうね。まあパッと見数っぽいですけどね。パッと見数だとしたらっていうところあるよね。問題の設定的にはその数とか額とか書いてなくてこのラン サイトのランキングで8月10日の23時59分時点で1位の商品って書いてあるのでえすごい悩ましいなとりあえずこのアイスクリームスプーンはどの道上位にはくるような気がするとあと倍率は超下がると思うのんだから今のうちに今のうちに抑えて予知しとくのは予知しとくとして自信ありにするかどうかちょっと微妙な気がするんだよね この3位圏外から急にグイッときたジッパーバッグとかさ、うん、ちょっと気にななないそう気になるんですよだって 27, え27日時点では完全圏外だったわけですうまあ圏外って3位までしかジャン先生教えてくれなかったからでもワンサをね作成した時点で多分上位じゃなかったから選択肢に入ってこなかったんだけど、うん、あまあそうだななるほどえー,わーこれすげえ気になるなどう,どうしよう うちカップは12時間冷凍庫に入れておきます。材料は3度ぐらいの温度。急に何の話？急に何の話？アイスクリームジャーの話。あーこれアイスクリームジャーが欲しいんだね。欲しくなったんだから。じゃこれにしよう。ヘイちゃんお願い巻き込んで。あーはい。いきなりアイスクリームジャーの作り方。入てくださいこのマンゴーシャーベット。おーでも可愛い。マンゴージュースが入れるだけでマンゴーシャーベットになるんですよ。 これいいね。それさ、あの、今欲しいやつを選んで。いや、私ちょっと根拠があるんですよ。今スヌーピーの公式オンラインショップの最初のページに飛んだら。一番最初にデンってこれが出てきたんですよ。一応商品なのかな。一応上のなんかくるくるって変わるところ。こう、横に。ああ、なるほど。ねで、最初に出てきたんですよ。あ、本当だ。新商品。なのかな。 最近出た、そうなんでしょう。そうかもね。まあプラス一応してはあるんだろうね。うん、まあ季節商品ではあるし、こ季節商品ということで言うとい、ね、サングラス気になるよね。<laughs> でも、ね、サングラスはね、僕ね来ないと思うんですよ。お、<え>あのサングラスってやっぱ紫外線からこう守るためのものじゃないですか。そうだ、ん、ね。紫外線って6月のピークにどんどん下がっていくので。 やっぱりサングラスが来ないと思うんですけどでもさ普通の人はさ「夏の方が強い」って思わないそんなの知らないか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 今ここが「ふん」って言ったってことはそうだそう俺はその反応を聞いてねああ多分誰も知らないんだろうなこれっていうかさこのサングラスめっちゃ可愛いよそうデザインよねめっちゃ可愛いもんよこれ普段使いちゃんとできるようなめっちゃ可愛いやつだよどこがスヌーピーになってるえっとここののああああ かわいい。普通に欲しいわ、こんなん。タンカーさんに合いそうですね。ええ、すげえ悩む。マスキングテープ。マスキングテープはもう何かと売れるんですよね、最近。そうなんだよね。マスキングテープな？さっきからマスキングテープって言い続けてるけど。あ、本当、俺マスキングテープって言ってるつもりだった。それはね、俺の滑舌が悪かった。滑舌が悪い慣れたってなんなの？お前ダメだ。本業。ええ。 ちょっとね、あの急成長のジッパーバッグ気になるんですよ。<ー><れ>ちょっと紹介文を見てみよう。だから、あのジャン先生のマタハシクオリティに。<laughs> <laughs> かけてみようかな。まあ、あのアイスクリームスプーンは抑えで、あの予知取得と,として、うん、旗は八番にしようかな。えー、<laughs> 今期調子いいからね。あ、そうなんだよな。 今成績何パーでしたっけ？今二パー。くそう乗った方がいいのか。いやいや俺はねスプーンに旗立てます。おお。えそのまんまぶっちぎり。そのまんまぶっちぎりスプーンに。おもうスプーン以外予知しないレベルです。おやじゃダメダメだからね他のこと。言っちゃったな。ちゃんと答え合わせ来た時点でのスクショをツイッターに載せね。いやそうだよなそうだよな。 ツイッターにね分、分かりました分かりましたよ <laughs> 受けたまわりましたよあれらかっこいいけどね。<laughs> いや, <laughs> いや確かにそれはスプーンはちょっとさあの二人の決めてる間にあのねブレスレットかっ変装ってのが俺気になりすぎて画像が見たいんだよね、うん、今もなんそうなんですよ10位までね今のと今役ですなくて,いなくてさ、うん、あったあったあ,あ,あったのあいい買い物スヌーピー限定 これかわいいね。え、これかわいいけど。あ。完全に女の子向けだな。そうですね。男性。男性が買わない系だね。あ、でもかわいいね、これ。うん。おしゃれ。なるほどね。え、二人どうすんの。いや、私おしゃれよりアイスです。花より団子。いや、これは絶対。

おお、で買いきを、そう今のところこういい位置をキープしてるわけじゃない？このデザートカップもそうだね。最後の最後で抜いてくれたらかっこいいなっていう。かっこいいね。デザートカップから。はい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 。ちょっと結局まとまらなかった。じゃあパンさん、そうするよ。デザートカップを旗の画像をちゃんとツイッターに上げてください。これ。これマキコだ。一個ちょっと広い。